はい、クラチャンネルです。今日は霧の八坂ダム、気温さっき6度でした。釣れるのでしょうか。スタート。ジンパル操作や。すごいね、噴水が見えないって初めてじゃない。ほんまじゃ。ちょっと危険じゃん。小学校の通学を思い出した。それはよう。どっか一個なんで年に一回こんな霧の中通学するっていう、ね、木があった。年に一回ぐらい。どっか一個なんでよくわかんない。都会は霧ない、ないね。ない。ごめんね、なんか。なんかすみませんね。僕、都会っ子なんで。そうだね。よいしょ。とりあえずライン巻きます。ガイド通すの忘れたけど。一人でもできるっていう。棒とかいらんし。終了。こういうことは前日にやっときましょう。さあ行くぞ。鼻水が出る、うん、鼻水が垂れる。かっこ悪い。いや分からん。釣れとる。全然分からん。あたりが落ちそうだ。雨じゃない、うん、あったかい。釣れました。釣れた。釣れてた。2は5は絶対ある。腕がある。ありがとうございます。ありがとうございます。あったかいバスが。バスがあったかい。水が あったかい。どっちも中古竿、中古ロッドですが、違うよ、中古竿、中古リール。初めてのファンタジスタ、やばい FCY62L マイクロガイドシステム、ベイトフィネス用に買ってみましたが、リールはレボの LT。 こういう時ってスピニングがいいよね。手が冷たい時。リールが冷たいよね。リール持ちたくないよね。魚釣ってないのにバスの匂いが手についた。屈辱じゃわ。これライン？クモの巣？クモの巣かこれ。え？クモの巣じゃないこれ？嘘。ほらほら、うわ、ごめん。え、そんな強いの？クモの巣。あったけー。眠たくなりそうな。川上おるときこうやって。ってなるよ。あ、釣れてる。ネットいる？そんな重くない。だからどんどん上がってくる。どんどん上がってくる。ハンドランティングしてください。深くない？でも深かった。そんなに深いん。ナイスウォーキング。キーパー、ういナズビッシュ。いいー、眩しい。ついたもん。逆光。あ、こっち逆光だ。ついた。えい
何？あ、じゃあ猫。ああ5インチ、ね、5インチなんじゃん。ボートポジションぐらい、うん、あ、7、8メーターぐらいかな。じゃあゴリゴリいってるコツコツいってる、コツコツ、よっしゃ、いやーやっぱゴリゴリコツコツだ。うーん、あ、でもよく引くね、うん、なんかすごい引く、うん、よー、ハツフィッシュ久々にバスって話ですね。ちっちゃいな。はい。ジグヘッドワッキー、4インチカットテール。ノンキーです。絶対。釣れたね。それもう、あれやね。ホール中に食ってるね。あ、違う。引っかかってる。え？え？バスだったよね。引っ掛けした、テンションだけかけとったら引っ掛けしたね。抜けてるよ。抜けてんの？あ、いやいや違う、どうぞ。テンションかけとって引っ掛けしたね。もう生命感なし？生命感なし？なし。あれ一回生命感あったよ。バット叩いてみて。バット？うん。うん、バット叩く。なんかいいことある。もうおまじない。いや、おまじないじゃなくて、あの根がかりとか。おおるじゃん。おる。え？違う違う。あ、おる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 。おるおる。え？何怖っ。しかも大きくないね。大きくない。でも。入られたんやね。入られた。バス？バスじゃね。飲んでるね。あ、でもちょっといいかな。なんか食ってんね、でも。あ、ほんまじゃ。なんか食ってる。食ってる途中には桃いっちゃった。僕の手濡れてますけど。それまくり上げたいってやつよ。それ親指かけるやつで忘れとった。上げないけんやつよ。人の魚のエア管理をエア抜きをしてあげて俺の手が濡れるって。相当抜けるな。あんまり抜きすぎるとやばいから。これぐらいにしとってみようか。うん、ちょっとちょっと残すぐらいがいいかもしれない。はい、OK。当たった。食った。ドリア。あ、ちょっとこれ大きいかも。ちょっとさっきより。カバに投げてみようのコーナー当たったじゃん。深場じゃない、浅 い, 浅い、あれどこだこれ、どこしかも大きくない。ちょっと化けちゃった。あれなんで俺のんきしか釣れんの。ふざけてこの一回かかってもう一回かかるの、縫ってあるやつって取れんよね、もう全部。はい。
やばいです。僕だけがちっちゃいのしか釣れない。困った時はハートテールの 3.5 インチ投げときゃ釣れるんよ。だいたいそんなもんよ。取った。どうやろう。あんま大きくないかな。お、大きいか。大きいか。ちょっとでもいいよ。あー、そんなでもなかったけど。でもいいよ。今日一では、今日一かな。40はないかもしれんけど、よく引く。おいしょ。いや、やっぱ困った時はハートテールの 3.5 インチだな。